こんばんは。2月15日月曜日の夜でございます。平山茂と申します。ちょっとね、今日はずっと大雨の中、カッパも着ずにですね、普段通りの格好で普段通り土砂降りの中仕事をしてたら、案の定ですね、風邪をひいたんじゃないかと。すいません、ちょっと調子に乗りました。土砂降りの中ね、仕事しても大丈夫だろうと思ったんですけど、ちょっと風邪をひいたかもしれない、ちょっとわからない、まあでもとりあえず今日はね、ちょっと早く寝て、しっかり寝て体調を元に戻したいなと思います。ということで寝ます。ね、皆さんも本当今日も お仕事お疲れ様でした。雨の中ね、僕みたいにお仕事頑張った方もいらっしゃると思いますし、まだ月曜日ですからね、まあ、でも今日月曜日乗り切ったってことはもう大丈夫なんで、大丈夫、まだ火水木金土ありますから、ちょっとね、月曜から夜更かししないようにね。月曜から夜更かしします？しちゃう。あ、そう、まあいいよ、全然いい、それはいい、それはいいんです。でも僕は今日は月曜から夜更かしはしないんで、明日休みだけどちょっと早く寝ます。ということでまあね、早く寝れる方は寝ていただいて、また明日に備えましょう。ということで本日はこれにて終了となります。おやすみなさい。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫。おやすみなさい。また明日ね。また明日。